まあ、それにしてもね、この間あの、沖縄の南城市長選で、えー、長ョさんが、えー、65票という僅差でね、まあ、勝利したんですけども、まあ、これで、えー、オール沖縄はですね、名護市長選に、まあ、弾みがつくというか、勢いがつくかっていうね、まあ、そういうことが言われてるんですけども、まあ、これについて、まあ、自民党のこの敗因分析っていうのがですね、これ、沖縄、 の、えー、沖縄タイムスに載ってるんですけども、南条の範囲は完全に油断だと、えー、いうことを自民党が言ってるっていうことでね。うん。まあ、これ、面白いなと思うのが、やっぱその、えー、投票2週間前、えー、1月の上旬にですね、えー、自民党の世論調査では現職の、これ小沢さんですね、えー がですね、長ョさんに1ポイントしかリードしてなかったと。だからまあ大接戦、えー、横一戦、えー、あるいはですね、苦戦と書いている、まあ、自民党側の人たちというのはてたんですけども、まあ、それと一致すると、えー、いうことでね、なやっぱりそれは確かだったんだなと思うんですけども、えー、ただ自民党としては名市長選の方に、まあ、注力、力入れてたんでですね、えー、南城市には、えー こうあんまり力が入っってなかったと、えー、2週間前に、まあ、苦戦しているというのが分かったんですけども、えー、石破茂さんとかです、ね、岸田文雄さんを政調会長ですね、えー、告示後に投入したんですけども、まあ、それは支持拡大にはつながらなかったと、えー、やっぱこのへんが、ねあのまあ、自民党の、まあ、弱点なのかなと。やっぱり 組織固めっていうかね。まあ、南城市っていうのは圧倒的に自民党が強いところですから、保守地盤ですからね。で、小田さんっていうのは、反尾長の急戦法、リーダーでもありましたから、まあ、勝つだろうと思ってたっていうところ油断したと。うん。まあ、僕はこれ一,一つは大きな、公明党も推薦に回ってるんですけども、これは公明党も負けたと。 い、えー、いうとこは大きいなんだ,だ公明党も慌てて遠山さんという議員が、ですね比例の、ねえー、方が、えー、急遽南城市にも入ったと思うんですけども、まあ、それでもダメだったというところはちょっと大きいかなと、ただやっぱりこれによって名護市長選は自民党、公明党も本気出すということで、えー、その この戦略というか戦術というかですね、これがその沖縄タイムスに興味深く載っているんですけども、それがですね、まあ、自民党というのはすでに名護とかに、えー、国会議員をどんどん送り込んでいるんですけども、ただ街頭演説をするわけじゃなくて、えー、水面下にですね、えー、企業とか団体周りをして依頼をするというこ、これをステルス作戦、 これが自民党の必勝パターンであるということで、ね、だから、まあ、名護市長選においてもです、ねまあ、辺野古については、えー、争点化させないということを徹底していると、えー、討論とかにも、えー、出させないという、ね、あの自民系候補の人はね、うんま、だその辺はもう徹底しているとそれはもう、それは公明党も同じでね、 えー、ただやっぱり、えー、それがどうなるのかなと。えー、やっぱ南城市長選のこの負けからですね、えー、かなり必死になってて、もう一つは二階幹事長の名前で、えー、沖縄県内に在住する友人知人の紹介を、えー、求める通知っていうのを全国の国会議員に発したということも書いててですね。まあだから、そういう もう必死に水面下ではやられていると、うん、だからまあオール沖縄としては油断してたらやっぱり負けると、うんまあ、盛り上がりというかね、南上調整の勝利か勢いはついてるんですけども、えー、水面下ではこういうことを自民党、公明党は着々とやってると。うん だから、あとはね、だから、やっぱそ、公明党も、えー、公明党もっていうか、自民党はですね、あの、平和の格闘家とかね、あと、えー、今、噂されてるのが、まあ、音楽家の方も名古入りするんじゃないかと言われてると。で、この格闘家の方も、音楽家の方も、 結構公明党つながりとか、総科学会関係に強い方みたいなんですよね。ちょっと調べるとね。だからやっぱその学会対策というか、公明党支持層対策に、え力入れてるんじゃないのかなというふうには思うんですね。まあ、ということはあまり、まだ、あの、抵抗のある公明支持層学会の方がいるんじゃないのかなと。やっぱりその、辺の雇用にすることに、 ことをあの言ってた方が今自民党の候補ですからね。再編交付金というのも受け取るということも言ってるわけで、受け取るということは基地を容認するということですからね、えー。お辺の子に基地作っていいよと。だから え、防衛省がですね、もう再編交付金というのを渡すっていうことですから、えー、まあ、そこにやっぱり心理的な抵抗感というのがまだ学会にはあるのかなと思ったりもすると。うん、ただやっぱこういう自民党はですね、この必勝パターンって言ってねステ、ステルス作戦っていうのをやってるわけですから、まあ、それに対してオール沖縄はどこまで、えー、対抗できるのかなっていうところがね、 やっぱりこれも、南城商戦も僅差でしたけども、えー、今回はやっぱり公明党がね、推薦に回ったと、えー、名市商戦でねな。これも大きいですから、ここ名市商戦もこう僅差であると。えー、多分僕は、まあ、1000秒、 ぐらいの僅差になるんじゃないのかなと。やっぱ公明党の2000票っていうのがね、あのーえー、自民候補に丸々乗っかると見た方がいいわけですからね。どうなんかなと。いや、これがね、公明党本当にいいとは思いませんけども、ただやっぱその、えー、選挙にも勝たないトウル沖縄キナは、もう特にね、名越商戦というのは辺野古問題の最重要、えー、課題ですからね、これ。 だからもう絶対に、ね、南城市長選の勢い、えーほんでまあ、八重瀬町長選というのもその名護市長選の前に28日にあるんですけども、まあ、ここでも、えー、勝ってです、ね、さらに勢いをつけていただきたいなと、うん、そのこの水面下の作戦、自民党の作戦に対してもきちんと、えー、対抗していってほしいなというふうには、えー、思いますね。